だったね。もう年に来て小学校終わっちゃったけどね。あれあれ、お年玉ちょうだい。お年玉じゃないけど、一つ重要なお知らせがあるよ。お、なになに？なんと今回、年齢プロジェクトは、VTuber の大人気かなえさんとコラボすることになりました。なれ？コラ、失礼でしょ。いやいやいや、こんな VTuber 見たことないし、これってどうせあいつでしょ？どうだろうな。どっちの関係だろうな。ほんとだ。大人気さんは、年齢の悪い僕たちの代わりに、年齢の功労などを手伝ってくれるそうです。ただでさえデバーガーするな、イエールたちのデバーガー、さらに減るじゃん。どっちにしろ、綺麗と仕事深くないしか、デバーないかな、変わらないと思うよ。さて、そんな大人気さんから、ビデオメダルをいただいています。はーい、さっさと見よう。ファンのみんな見てる。ゲームクリエイター VTuber の旅の木かなえです。今から君たちの霊園が VTuber とコラボするところを配信しちゃいます。さて、はい、どうも、はじめまして、旅の木かなえです。僕はまだデビュー前なのですが、主に何をやっていくかというと、一緒に1日1時間一心不乱に作業しましょうという作業配信をやっていくつもりです。この作業配信ではほぼ毎夜リスナーさんたちと一緒に1時間だけ集中できる環境を作っていくことを目指しています。1日が終わろうとしている今のような深い時間帯に、あと1時間だけ何かに集中して取り組みたいという、そんな方のための配信です。取り組むものは作業や勉強に限らず、本や漫画を読むのでも構いませんし、ゲームをやるのでも構いません。とにかく何か1時間だけ集中してやりたい、そんな時にタイマー代わりに利用できるコンテンツになったらいいなぁと考えてます。僕としても制作のモチベーション維持のために相互監視みたいな環境があったらいいなぁと思っていたので、同じように相互監視の環境が欲しい方はぜひ参加しに来てみてくださいね。そして霊園プロジェクトについて、なんでか知らないけど僕は裏事情にかなり詳しいのですが、霊園の情報をまとめてくださっている有志の方々が大変になっちゃいそうなので、あまり配信では霊園の設定については語らないつもりです。語るとしたら宣伝や制作費は、まあここが難しかった、ここはこう作ったとか、そんなことをちょっと語るかもしれません。あとは普段息抜きでやってるゲームとかも、せっかくなら配信で流してコンテンツにできないかなと企んでます。それと、レイ君やゼロちゃんもこちらのチャンネルで登場することもあるかもしれません。わかんないけど。あ、ちなみにこの VTuber 活動で霊園カフェの制作時間が削られることはありませんのでご安心ください。むしろ先ほど言った作業配信は平日もやるので、制作時間は増えると思います。そして、この後、約1時間後の23時から僕のデビュー配信があります。ぜひ見に来てコメントしてみてくださいね。嬉しいので旅の木かなえの活動は、別チャンネルになりますので、この動画の概要欄に僕のチャンネルと Twitter アカウントが記載されてますので、そこからチャンネル登録、 Twitter のフォローよろしくお願いします。何とぞ何とぞ。そんなわけで VTuber の旅の木かなえでした。お邪魔しました。まったねー。またね。ゼラドロビが裏だった。それに、なんか聞いたことあるもんだな。もう、パロディとかからね。ジーブス、あなたってな。この後、23時からデビュー配信があるので、見に行って、コメントで応援してみてくださいね。カイラの色も、だらけだよ。旅の日があるまい。私の URL は概要欄に記載しているので、そちらからどうぞ。そんなわけで今回はここまで。旅の日がない日が進むことだけなんだね。そして彼は本当にこのリリースできるかな。それじゃあ皆さん、またねー。